ESD 宇部推進協議会は2月23日、湖東側の西側を流れる那珂川の河口の吉原に堆積したゴミの清掃作業を行いました。地元の市環境衛生連合会メンバーや企業ボランティアに加え、湖南中と黒石中の生徒34人も参加。総勢98人が地域の防災に重要な役割を担う那珂川の環境を守る活動に汗を流しました。当協議会は2018年、山岳官民の共同による環境教育の実現を目的に、市や市内の各種団体が参加して設立。今回の清掃作業は県環境保全事業団からの助成金を得て実施しました。明け方まで降った雨で足元がぬかるむ中、作業は那珂川ポンプ場前の遊水地周辺と、湖東川新橋から小島新碑門にかけての川岸で行われました。参加者は火ばさみや熊手を手に取って吉原に分け入り、上流から流れ着いた発泡スチロールやペットボトルなどを次々と回収。可燃ごみは340キロ、不燃ごみは150キロにもなりました。中学生たちは遊水地周辺を担当。野球やサッカーのボール、箱詰めされたままの化粧品などもあり、漂着ごみの種類の多さに驚いていました。